ショットにかけてしまいました水谷です。短く返してくるバックで来た、これがいいですよね、まあ、そこをどう水谷選手が変えてくるのかと。また次出だし吉村がいいですね。いや非常に自分のいいところを出したいように戦術を立てていると思いますね。ツッツキで返していく、自分から打つような形を取りたいですよね。どうしても相手のミスマッチですと調子が出てこないので、ゲームを取りますとそのゲームを取ります。水谷が攻めた、吉村が打ち返していきました。見事ですね。今のは厳しいコースに打ったんですけども、点がより効いているということですね、はい、回転量があるということですね。ネットインがありました。バックでまだ引いた、返してきた、打ち込む、ロビングで返していく、あここを回り込む、バックで打っていく水谷。ここで水谷が連続ポイントを取りました。流れを取り戻したい水谷です、ね、打ってくる水谷、水谷が台から下がっている。吉村の返すバックハンド、ネットインがあった、あっとこれもネットイン。6点差から1点差に積み寄りました水谷です。打っていった、チームが短いサービス、チキータだ、レッド、やり直しになります。少しコースを変えてきた、を内に曲げて出すサービスですね、突きで返してきました吉村です。止める、精神力が自然と身についていきますよね。浮いた、また20歳という年齢も伸び盛りなんでしょうか。そうですね、この年齢は非常に伸びるね。 YG サーブ、台から離れて打っていく、返す吉村、打ち込む水谷、水谷コースが、はい、なんとか返していった吉村です。あ、ここは左手にラケット回転をかけてさ、再び水谷が逆転。リードされました吉村のサービス、バックハンド、5連続ポイントです。吉村いませんね、はい、もう少し速さが欲しいですね。打ちいった、考えがまとまる、まとまりません。6戦全勝でした。必要な展開がいいですよね。浮いたですよね、大選手のいいところは絶好のボールでしたけれどもね。4対1、水谷リード、短い打ち合い、吉村は台からますね、積極的にここは攻めていっている吉村です。やります、短いサービス止める吉村、打ち込んでくる、両者ここまで1ゲームずつを取っています。この体勢からよく打ちました水谷、右側の方がいいですね、はい、フォア前ですね、方がいいですよね。3球いい流れで得点を取りました。コースを変えてきた、バックハンドで返す、これもバック今のは素晴らしいバックハンドですね、コースも連続で見せました。吉村のサービスに変わります。 YG サーブ、手をついた、そして膝をついた水谷です。打ち込む、吉村打ち込む、水谷は台から下がって守っている。ポイントを握ったように見えましたが、いや今のは吉村選手のポイントなんですけども、まあ、そこをやっぱり粘ってきますね。短く返していきたい吉村、水谷のサービス、ロングサービスで入ってきました。今度は短いサービス返していく吉村、バックハンド、 YG サーブだった水谷、
まあ、あのようなレシーブをすると動かないといけないので難しいですよね、吉野選手。威力も高い水谷ですね。ロングサービス。この第4ゲーム、水谷が取りますと、吉村はもちろん苦しくなってきます。メッシュの、まあ、画面左側の、まあ、フォアサイド、フォア前から攻めてますよね。あそこから攻められると水谷選手。サービスは水谷に変わります。短いサービス。チキータ。ハンドをですね、振らせるような展開に持っていきたいですね、水谷選手は。バックハンド。トスクを追ってバックハンドで打っていくと。相手のマチを外せますね。4連続ポイントで追いつきました、水谷。ここ1本重要です。ロングサービスだ。バックハンドで返していった吉村。打ち込む。返す水谷。決めた。この1本は大きいですね。はい。まあ、ご覧になる方法はこの後ご案内します。今度はフォア前。水谷が取りました。